はい、こんにちは、海坊主です。今回もね、このリムズレーシングやっていきたいと思うんですけど、まあ、前回はね、そのライセンスイベントっていうか、そのアカデミーイベントってやつですね、まあ触りちょっとやったぐらいで、まあちょっとその続きからっていう感じですね。はい、じゃあそんな感じでね、本日もよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、最初にイベントをとりあえずやっていきましょう。こちらのね、とりあえずメーカーイベントってやつらしいですね。相変わらずね、サーキットはゾルダ走らされるみたいですけど、まあとりあえず行ってみましょう。はい、スタートですね。これちゃんとね、クラッチ握ってないとね、ああいう風に動いちゃうんですよね、微妙に。で、こちらのね、イベント、とりあえず AI はね、そこまで速くない感じなんですよ。で、路面が若干濡れててね、それも滑るって感じで、もう意外と難しいんですよね。で、この時ね、気づいてなかったんですけど、後々気づいたんですけどね、タイヤがあべこべなんですよ。リアにはね、純正タイヤ履いといて、フロントにはね、ピレリー製のね、スリックタイヤが履いてるっていう。だから前後でね、グリップレベルも違ければね、路面コンディションにも合ってねって感じでね、全くあべこべのタイヤで走ってたっていう感じでした。で、イベント自体もね、結構長いんですよ。見てもらえれば分かると思うけど、7周あるんですよね。だからひたすらね、その転倒しながら7周走り切るって感じですけど、そう、とりあえずね、やっぱり何が重要っていうと、このコーナーの進入の時ね、しっかりとやっぱスピードを落としきることが重要かなって感じですね。で、アクセル開ける時はやっぱりじわーっと開ける感じ、当たり前だけど。だからそこら辺はね、ライドフォーエルも本当にね、慎重にやんなくちゃいけない感じで、なんて言ったらいいだろうな、そう、曲がる感じで言うとね、ライドフォーエルもスピード感はないです。だそういう意味ではね、爽快感を求めるゲームではねえのかなと思いましたね。だからね、いろいろすごいシビアですね。で、転倒しまくるじゃないですか。転倒しまくるとね、パーツが傷むんですよ。マフラー、ミラー、ウィンカー、あとカウル類だからね、消耗が早くなりますね、そこら辺ので。やっぱブレーキ多用するとブレーキの消耗も早くなるだろうし、で、あと転倒するとね、やっぱりサスペンション関連もいかれるの早いのかもしれないですね。だからそういう意味も引っ込めてね、あんまり転倒しない方がいいゲームです、当たり前だけど。だからライド4のようにね、ぴょん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 転倒してもね、何にもねえっていうゲームではないですね。転倒すればするほどね、お金がなくなっていくような感じのゲームだと思います。まあこのイベント一つでね、だいたい4000ぐらいのクレジット手に入るんですけど、アクロボビッチのマフラーだとね、だいたいやっぱ5000ぐらいするとか、そんな感じですね。純正マフラーだとそこまで高くないですけど、ただね、そういういいマフラー買ったとしても最初の頃は転倒したりとかするので、まあ純正マフラーにしとくのがいいのかなって感じです。だから意外とね、車外パーツもありますね。そのブレーキレバー、クラッチレバーとか含めてミラーもそうですし、で、カウルなんかもね、純正カウルの他にカーボンカウルなんていうのもあったりしましたね。だからそこら辺含めるとね、結構いろいろありますよ、本当に。はい、じゃあとりあえずね、終盤の方までカットしたいと思います。はい、右下のね、メーターの方のあのインジケーター見てください。タイヤのマークとブレーキっぽいマークと、あとね、サスペンションっぽいマークが全部ね、イエローに変わったと思うんですけどね。まあそれぞれ要はダメージを受けてるっていう感じだと思います。まあとにかくね、転びまくったんでね。で、リアタイヤがね、もう結構ズルズルなっちゃってるんですよ。なのでね、立ち上がりちょっとでもラフに開けるとね、簡単にね、タイヤが滑ってね、置ける感じになります。だからね、ほんとこのゲームはこけちゃなんねんって感じのゲームですね。慎重にいかなくちゃいけない。だから AI はね、
そこまで速くないのでね、本当にそろーっと運転するぐらいでちょうどいいのかもしれないですね。だからそういう意味も含めてね、ライド4に比べて爽快感ないなっていう感じのゲームだと思います。まあそこら辺ね、シュミレーターっていう感じなのでね、だからなんて言ったらいいんだろうな、そのライド4の楽しみをこれに求めてはいけないんだろうなって感じはありますね。まあ俺は結構嫌いではないとは思うんですけどね、そこは結構分かれるかもしれないですね、好き嫌いが。はい、ってことでね、最終コーナー立ち上がろうと思ったらいきなりねこけましたけど、まあここでねとりあえず全ラップ終了でイベント終了ですね。7周長い。はい、とりあえずガレージ戻ってきましたけど、まあバイクの状態をねちょっと確認してみようと思います。こちらのね黄色い表示になってるやつがね全部傷んできてますよって感じですね。まあこうやってねサク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 バラしていきますけど、この時間がね本当に長いです。あのマフラー交換するのにもねいろいろあるみたいで、でブレーキパッドはなんだか知んないけどね、その DLC のおかげがいっぱい持ってるんでね、まあその中の一つと交換しとくって感じですかね。まあ 70% ぐらいだったらねまだまだいけそうな気がしなくもないんですけどね、まあいっぱいあるので使っておきましょう。どうせ売ることもできないのでね、 DLC で手に入れたパーツっていうのは売り値がゼロになってるのでね、使わなきゃ損ってやつです。はい、次にねブレーキディスクですね。こちらも純正ブレーキディスクですけど、もう7割方減ってます。まあ転倒の影響なのかブレーキの使いすぎなのかわからんすけどね。でまあレバー関係ももう傷んでますね。もうカウルもガリガリですけどね、とりあえずこれは転倒の影響でしょう、どう考えたって。でさっきのレースでねブレーキレバー新しいの手に入れたのでね、まあ交換しましょうってことで今バラしてます。はい、もうこんな風にねサクサクバラしていきます。こちら純正のレバーからブレンボのレバー、さっきねイベントでもらったので、だこういう風にね本当にね細かいところのねパーツも交換できるって感じですね。ちゃんとね見た目も変わります。でブレーキレバーねこれで装着したと思ったら、逆に言うと、ね、あのマスターシリンダーとかまだついてないんでね、後でねその外したパーツ全部つけなくちゃいけないっていう、そういう細かい作業もあります。なのでねマフラー交換とかが一番大変なんですよね。もうカウルとか全部剥ぐんで、それ全部付け直さなくちゃいけないっていう感じで。これリザーバータンクですね。ここでまた新しくまたその装着しなくちゃいけないっていう、外したんで。はい、ってことでねこちらはねまあ新しいイベントなんですけど、アプリリアのねバイクで、まあ要はタダで使わせてくれるっていうイベントですね。自分のバイクを使わなくていいんでね、もちろんあのパーツの消耗とかがないんで、まあそういう意味ではあのいいイベントなのかもしれないですね。だから遠慮なくねこかすことはできるみたいです。でまあ要は次にね自分が買うバイクのね選定にもなるのかなと、そういう感じみたいですね。どうやら現状ではね先ほどあの最初に購入できるバイクがあるじゃないですか、あれぐらいしかなさそうなんですよね今のところ。なのでねまあそういう意味でもねこういうイベントでどういう感じなのかなっていうのを掴むのがいいかもしれないですね。はい、ってことでね相変わらずねこのゾルダーをただ7周走るだけになってるので、まあ最後の方までカットしたいと思います。はい、まあってことでねもう7周目まで来ましたけど、アプリリアのね RSV4、個人的にはね結構好きなバイクなんですよね。あの独特の音がやっぱいいですよね。たまにねやっぱり YouTube でねあの独特の排気音聞いてるとね、なんかにやけてしまうような感じの音、類の音です。まあ普通のね日本車にありがちなね並列4気筒ではね出ないような音なんでね、まあそれはいいですよねやっぱり。
はい、ってことでこのイベントも終了ですね。はい、ってことでね、次のイベント、またこちらね、アカデミーイベントになっております。ギア入れるの忘れてますね。マニュアル設定してたの忘れてちょっと混乱してましたけど、でこちらはね、鈴鹿サーキットをね、 MV アグスタの、 F4 で走るって感じですね。このバイクね、なぜか知らないけどね、アクセルオンよりもオフ時の音がでかいんですよね。なんでこんなにエンブレの音がでかいんだって思うぐらいに、んーなーんーなーつってね、なんか吸い込んでるような音しますけど。はい、もう倒し込みの感じがね、ライド4とやっぱ全然違うので、そう、 うまくいかないですよね。 SG 難しいです。で、なぜか知らないけどね、路面がね、中途半端に濡れてるっていうね、ドライでいいじゃんって思うんだけど、まだ正直ね、どこのコースが入ってるのかっていうのが分かってないんでね、まあ徐々に徐々にね、いろんなコース多分走れるようになるとは思うんですけどね。まあじゃあ試してみればいいじゃねえかって感じだと思うんですけど、タイムアタックモードとかで、まあそれはね、おいおいの楽しみにとっておこうって感じです。とりあえずね、最初のゾルダー推しはね、なんだってぐらいゾルダーばっかりですけどね。で、鈴鹿もちゃんとね、8体レイアウトっていうか、ここにちゃんと試験があるんですよね。まあ確かにね、ここでスピード落としとかないとね、危ないですからね。エスケープゾーンないですからね、そんなに置けた時に。はい、スプーンの感じもね、やっぱ難しいですね。そのライドフォートの感覚ではいけねえって感じらしい。で、ホイールスピンするしみたいな。で、まあこちらのね、F4 なんですけど、パッと操作した感じで言うと、まあ誤差なのかもしれないけど、 GSX-R よりはエンブレ効くような気がしなくもないです。まあこのエンブレ時の音がでかいだけなのかもしれないですけどね。この S というか最後の試験もね、どんぐらいスピード落としていいんだか分かんないですよね。はい、ってことで、まあ一周回ってきましたけど、まあでもね、やっぱこのリムズレーシングは難しいかもしれないですね。徐々に徐々に慣れていきましょう、この感覚に。この感覚慣れるとね、ライド4あんまりプレイできないような気はしなくもないけど、まあ圧倒的にね、転びやすいのは間違いないです。はい、ってことでね、最後の方までカットしちゃいましょう。はい、ってことでね、もう最後の試験ですね。とりあえずね、タスク1とタスク3はね、クリアしてるみたいですけど、タスク2だけがクリアできなかったみたいですね。はい、ってことでね、今回のリムズレーシングは以上にしたいと思います。次回はね、とりあえず自分のバイクを一回全バラしてみましょう。どこまでバラせるか。はい、ってことでね、今回は以上になります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。